ワレンティン・レベデフは、モスクワ出身のソビエト連邦の宇宙飛行士で、二度の宇宙飛行を経験した。1982年には、アナトリー・ベルゾボイットともに221日間にわたり、宇宙ステーションサリュート7号に滞在し、ギネス世界記録に認定された。1989年以降は科学研究活動を行い、1991年にはロシア、科学アカデミーで、 サイエンティフィックジオシンフォメーションセンターを開設して、現在までセンターの所長を務めている。彼自身はロシア科学アカデミーの客員会員、教授、ロシア連邦名誉科学者である。高校卒業後の1年間、オレンブルクのハイヤーエアーフォースナビゲーターズスクールで1960年の1年間、学んだが、軍備削減の結果、退学した。 モスクワビエーションインスティチュートで学問を続け、1966年に卒業した。1975年に、メソッツオブフォーメーションオブザダイナミックテストベンチフーザ、ベースサービスオブスペースシップクルートレーニングのテーマ PHD を取得した。1985年には、メソッツオブキャリングオブアストルフィジックル、エクスプロレーションツアボードオブオービタルステーションズの テーマで博士号を取得した。モスクワアビエーションインスティチュート卒業後、レベデフは23年間にわたって、ソビエトサイエンティフィックプロダクションユニオンのセントラル、デザインビューロエネルギーに、エンジニア、シニアリサーチフェロー、インストラクターとして勤めた。1967年、ゾンドがインド洋に帰還した後、一特定、救助、修復のための、 第8次海軍艦隊の遠征に参加した。1968年、レベデフは月を周回して地球に戻ってきたゾンド5号の支援のために、ムンバイの専門家を率いた。彼はその後もソユーズ宇宙船、ソユーズ T、サルート4号、サルート5号、サルート6号について、飛行、設計、試験、制御等の技術的な仕事に携わった。 1971年から1973年にガガーリン宇宙飛行士訓練センターで宇宙飛行士としての訓練を受け、1972年にコスモノートインベスティゲイターの資格を得て宇宙飛行士となりズバムに所属した。最初の宇宙飛行はピョートルクリムクと共にソユーズ13号に乗り、1973年12月18日から26日まで。 地球を周回した。この飛行の後、レベデフは、ソ連邦英雄、レーニン勲章等を受賞し、パイロットコスモノートに昇進した。1982年には、アナトリー・ベレゾボイットともに、12月10日から5月13日まで、211日間、サルュート7号に滞在した。このミッションの間、レベデフは300を超える科学実験を行った。211日間の宇宙滞在は、 当時のギネス世界記録であった。この飛行の後には、二度目のソ連邦英雄、レーニン勲章等を受賞した。1993年に宇宙プログラムから引退した。2000年宇宙飛行士としては初めて、ロシア科学アカデミー会員に選ばれた。二度目の宇宙飛行から戻った後、レベデフは宇宙航空学及び地理情報学の分野の専門家として、著名になった。 1989年から1991年までインスティチュートオブジオグラフィー ASUSSR のデ e ティディレクターオブサイエンスとして務め科学界に身を置くことになった。同時にこの研究所の一部であるジオシンフォメーションセンターの所長代理を務めた。1991年にジックはロシア科学アカデミーのサイエンティフィックジオシンフォメーションセンターとして独立し、 レベデフは引き続き所長を務めた。レベデフのリーダーシップの下でエコシステムのダイナミクスを表すマップを作る統合的な技術が開発された。この技術で自然環境の多層マップを作ることが可能になり、教授変化を見ることができる。これらのマップはモスクワ環状道路の交通汚染による国土、漂流水、地下水、植生等の変化をモニターする。 エコロジカルジオシンホメイオンシステムオブザ、モスクワオートモビルリングロードを作るための道具として用いられている。ヒドロメテロロジカルセンターオブロシア及び、プと共に、ボルガ川再生の連邦プログラムの一部として、RAS は、雪面からの流出の分析、土壌の水分量、風景の現状から、春の洪水を予測する新しい技術を開発した。レベデフラの直近の科学プロジェクトは、 サイエンス2モスクワと呼ばれ、モスクワの交通流を遠隔でモニターするものである。元々の手法に、高解像度航空写真デジタル処理ソフトを加え、彼らは、市内の交通量、スピード、交通流の経済学的パラメータに関する、信頼できるデータを得た。このデータは、道路交通の改善の基礎となり、スタートと呼ばれる。 自動交通管理システムの開発に使われた。レベデフは157の科学論文を書き、また旧法のモノグラフ、2冊のモスクワ・アビエーション、インスティチュートのテキストの著者、共著者である。サイエンスライフ氏には27の論文を投稿し、その他国内外の報道に多くの寄稿をしている。また、ソユーズやサルートのミッションに取り入れられた26の発明を行っている。 ほぼすべてをサリュートやソユーズ登場中に書いたダイアリーオブエイコスモノート211レーズインスペースはアメリカ合衆国で出版されロシアでもアングルオブマイジャッジメントのタイトルで1994年に出版されているまたこの本からの引用はロシア国内や国際的な多くの科学雑誌で出版されているエンジニアの妻リドミラ・バイタルジェビナ・レーベディーバとの間に 1972年生で弁護士、経済学者の息子バターリー・レーベデーブがいる。また、男女一人ずつの孫がいる。現在は、モスクワに住んでいる。ありがとうございます。